暴れているね。早く止めないと逃げられるかも。エースランクがそれ以上の実を得得するのは未知の世界だ。チャクラ量の少ないお前が実を得得するには自分なりのやり方を見つけるしかない。ま、これはナルトから聞いたコツなんだけど、風の性質変化はチャクラを2つに分解してすり合わせるイメージだそうだ。もう計画は諦めた方がいい。今頃心臓を奪うはずだった人たちが解放されている頃だよ。とりあえず名前を一人ずつつけていかないと不便だけど、多すぎるから。そこに興味はないな。ただ僕は大切な仲間を守りたいだけだから。もう計画は諦めた。君たちは今日からこの施設で暮らします。さっきアクタから連絡があってね。あの二人がいなくなったって聞いて、なんか痛むんだ。今頃心臓を奪うはずだった人たちは解放されている頃だよ。面白い話じゃないかもしれないけど、一つ聞いてもいい？ボルトはさ、頭の中にある考えが本当に自分のものなのかどうか不安に感じたことはない？今まで散々辛い思いをしてきたろう。だがもう終わりだ。君の身柄は私が引き受けた。二度目だってのに名前もまだだったな。利用価値があるうちは手元に置いておくってわけだ。私たちにも何かできることがあったら。今までよく我慢したね。安心しなさい。おかしくなかった。
時が来ればすぐに復活する。危険なのは分かっている。あいつの動きを見切れなければ確実にやられる。親をなめんじゃないわよ。